じゃあ今回はまず舞踊からやらせてもらいますね。日本舞踊の鼓動の芸者級、まあ、これがめちゃくちゃ難しいって話は前にもしたんだけど、これ本当にね、今までの龍が如くのミニゲームの中でもトップクラスに難しいんじゃねえかなってぐらい難しかったので、まあ結構練習したんですよ。日本だから本当に黙ってやらせてもらいますね。遊びじゃねえからさ、本当に遊びじゃねえんだよ鼓動は。行くぞ。やべえ、もう間違えた。立て直せるかこれ。これ言ったろ。我ながら完璧な舞だったぜ。完璧な舞だったぜ。ちょっと序盤にミスったけど、やったー、舞踊ゴッド。この舞踊ゴッドっていう評価がこのゲームで一番上のランクなんですけど、あえて R1 の極みってやつ使わなかったんだよね。あれ使った方が点数は伸びやすいんだけど、まああれなしで投資でやった方がかっこいいからさ、やった極みなしで紙取れた先生。舞踊ゴッドって呼んでくれ。素晴らしい演舞でしたわ斉藤さん。いえゴッド本当に飲み込みが早くてお上手。やったー、やったよー先生。いやもうこれできたらもういいわ、ミニゲームは燃え尽きたわ。遊郭とか全然やってねえけど日本舞踊に夢中で、いやーよくやったわ。鼓動芸者級舞踊神ね。うん、今だったら全部舞踊神取れそうだな。はい、これをちょっとせこせこ頑張ってました最近。じゃあそうだな、サブストーリーいくか。うん、アモンとの決戦に備えて隠しボスのアモンと戦うために全てのサブストーリーをクリアするっていうのが、まあ戦う条件なので、何回も言ってるように。いやーでもちょっともう今回終わりでもいいくらいだな3分で終わってもいいかもしんない、たまには。じゃあこの祇園の神社っぽいところに、うん、サブストーリーのアイコンが出てますね。行ってみよう。ん？鳥居の下に何か落ちてるな。ん？あ、これか。なんかピンクの日記か何かかな？手帳が落ちてるな。どうやら落とし物らしい。見たところ女物のような色だが。いや、ちょっと気が引けるけどな、読むのは。でも読まなきゃ進まないんでしょ斉藤さんがどうしてもって言うなら、落としたやつは困っているだろう。持ち主の手がかりが書いてあるかもしれん。ああ、まあ確かにそうだね。じゃあ仕方ないか。悪いが少しだけ中身を見せてもらおう。うん、とりあえず読んでみて、落とし主を探す感じになるのかな。何何？最近なんだかずっと心の中が曇り空。この胸の苦しみは一体どうすればいいの？切ないよ。頭ん中までピンクじゃねえかすっげえ難しそうな字書いてあるけど、なんだこの文章は。
どうやら手帳の持ち主は年頃の娘のようだな。いやどうかな、いつものサブストーリーのセオリーからしてちょっとミスリード疑っちゃうけどな。年頃の娘か、どうする、トシちゃんの落とし物とかだったらトシちゃんが近藤局長のことを思って書いたやつとかだったらどうする。お仕事してる時もご飯を食べてる時も寝る時もお風呂に入ってる時だっていつだって君のこと考えちゃう。叶わない恋だって分かってるけど諦めなきゃって思うけどそんなの無理だって君以外考えられない、君が好き。これどうする、トシちゃんのだったら近藤局長って手帳の落とし主は恋をしているらしいな、ずいぶん悩んでるようだ。まあこの感じは確かに年頃の娘であってほしいけどね。読んでるこっちまで辛くなってきたぞ。気持ちを言葉にすればするほど苦しくなる。もうやめやめ、この日記はこれでおしまい。思い切って神社とかに捨ててしまおう。ああそれで捨てられた結果なのか。うん、この手帳日記だったんだな。そういった経緯でここに捨てられていたのか。でももしこの日記が誰かに拾われて私の気持ちを知ってしまった人が現れたら、おや、その人は一体何を思うんだろう余計なこと背負わせんなよ。私のことバカなやつだなって笑うのかな、それともわかるよって言ってくれるかな。この日記を拾ったあなた、私の悩みって普通なことだと思う、それともやっぱりバカみたいかな。この日記妙な問いかけで終わってるが、もしかして返事をかけってことかいやだって捨てたんでしょ、様子見に来るか。いや気にしてるかもしんないな、でもこの感じだと落とし主は。本当に返事が届くかわからんが何か書き込んでおいてやるか。あー落とし主探すっていうより交換日記みたいになるんじゃないの日記の主は叶わぬ恋に苦しんでるんだったな、そのことについて俺がどう思うかだが、え俺がいるだろどうなんだろう、昔の竜が如くだったら選択肢間違えると進まなくなるとかあったんだけど、最近のはそういうのないからね。やっちゃうか、俺がいるだろ。捨てる神あれば拾う神あり、日記を拾ったのも何かの縁かもしれない。ぜひお近づきになりたい思ったより言ったな、思ったより踏み込んだな。日記の持ち主を元気づけるためとはいえ少し調子に乗りすぎたがまあいい、返事が届けばいいが。思わずちくわ食っちゃうやつだしな俺の操作する龍馬がだいぶお調子者になってる、むしゃぶりついてたもんなちくわに。日記に変化はない、持ち主に返事が届けばいいが、一回離れるといいのかな。じゃあ一回もうマップ移動一回挟むぐらいじゃないとダメか、こんなちょっと離れるくらいじゃなくて。ああ変化はないね。うん、一回マップ切り替えてこうよ。さあ返事は書かれてるかな、いつぞやの日記だ。よく見ると誰かが触った形跡がある、もしかして日記の主が俺の返事を読んだのか。一回でも雨とか降ったら台無しだけどな。この日記を拾ったあなた、私の悩みって普通なことなのかな、それともやっぱりバカみたいかな。あーこれは前回読んだんだよね。で俺がいるだろって返事をしたんだけどあーおさらいからだ。それに対して俺が書き込んだ返事は、俺がいるだろ、捨てる紙あれば拾う紙あり、日記を拾ったのも何かの縁かもしれない、ぜひお近づきになりたい調子こいたなだいぶ。さあどうする、どうなる。ん、俺の返事に対して何か新しい文章が書き込まれてるぞ。その返事はちょっと気持ちがまともな返事が来たその返事はちょっと気持ちが悪いかもしれないな。あ、でも私のこと元気づけようとしてくれてるんだよね、あはは、嬉しいよ。私頑張る、もう少しだけ頑張ってみるよ。どうやら日記の主を、あ、まあ元気づけることはできたみたいだね、よかったよかった。まあ龍馬も本気じゃなかったしね。当然恋愛に前向きになった日記の主に何か返事を書いてみるか。どうしよっかな。推しの強さたまには引く、あ相手のことをよく知ること、ちょっと真面目に返してあげようか。じゃあ
これじゃない、押しだの引きだのそういう余計な駆け引きよりも誠実に相手のことをよく知るっていう、そういうことを大事にしていただきたい。お前は好きな相手の好きなもの嫌いなものちゃんと知っているのか。剣の戦いでもそうだが剣に例え始めた。敵がどういうやつか知っていれば相手の動きなどをある程度予測できる。勝負に勝つには大事なことだぞ。あーすごくらしいこと言ったね。いいんじゃない。こんなもんか。日記の持ち主に返事が届けばいいが、龍馬らしい返事だし、かつまあ誠実な感じもあるね。じゃあまた一旦マップを切り替えてこよう。さあ返事は書かれているかな。いつぞやの日記だ。誰かが触った形跡がある。日記の主が俺の返事を読んだみたいだな。お返事ありがとう。まさか恋愛について助言までくれるなんて。この日記あなたが手に取ってくれて嬉しい。ふん、喜んでいるようだな。そういえば恋愛について助言をしたんだったな。俺が書き込んだ返事は確か。うん、おさらいね。お前は相手の好きなもの嫌いなものちゃんと知っているのか。押すだの引くだの余計な駆け引きすんなって話よ。うん、相手のことをよく知ろう。だったな。ん？俺の返事に対して来たぞ。新しい文章が書き込まれているぞ。あなたの返事を読んだ瞬間驚いちゃった。その通り、私相手のことそこまでよく知らなかったんだ。だからあなたの言う通り、まずは相手の好きなもの嫌いなものを知るために所持品とか住んでる家とか候補は相手の好きなもの嫌いなものを知るために所持品とか住んでる家とかいろいろ調べてみたんだ。怖えよ。まあトシちゃんではなさそうだな。じゃあトシちゃんはすでに近藤局長のことよくわかってるはずだからな。知ってる人とかではないのかな。そしたら調べてる真っ最中に相手に見つかって大目玉怒られちゃったよ。うわーん、こんなのってないよ。こいつはこいつは何をやってるんだ、バカか。辛いよ、もうこんな状態我慢できないよ。よし、思い切って自分の気持ちを素直に告白してみようと思う。お、そこまで言ったか、龍馬の助言から。お、唐突だ何選んでもこうはなるんだろうな。告白が成功しても失敗しても私の悩みはなくなるわけだから、この交換日記もおしまい。ちょっと寂しいな。少し気が早いけど、あなたのとの交換日記楽しかったよ。今までありがとう。このやりとりももう終わりになるのか。そう思うと少し寂しい気もするな。ってそんなことより、今はどうやって告白するかを考えなきゃね。告白する場所はそうだな、やっぱり雰囲気のいいところだよね。あなたのとの交換日記場所、え、ここ鴨川大社前がいいかも。ここか、確かに雰囲気はいいな。まああんまり人気もないしね。問題はどうやって告白するかだよね。頭ん中真っ白だよなんか本当にこいつの文章こんなに喋り口調そのまま文章にしねえんだよ普通。じゃねえよ。どういう気持ちで書いてんだ。そうだ、あなたに助言をもらってもいいかな。どういう告白をしたら相手が私のこと振り向いてくれると思う。これが最後のアドバイスになるのかな。じゃあ交換日記もおしまいって言ってたから。この女、責任重大なことについてさらっと助言を求めてきたな。相手が振り向いてくれる告白方法か。そうだな、色仕掛けだとかはちょっと今違うな。気持ちを短歌にしたためろ。まあこの時代にはそういう告白も実際にあったのかもしれないね。まあでも龍馬だったらこう言うでしょ。率直な告白が一番。ああ、真剣に向き合ってやろう。最初はちょっとやったけど俺がいるだろうっつって。ここまで来たらね、真剣に取り組んでやろう。何も飾らない素直なお前の言葉で好きな気持ちを伝えるのが一番じゃないか。俺に言えることはそれだけだ。頑張ってこい。あ、いいね、いい激励。こんなもんか。日記の主の恋うまくいくといいな。でも告白場所ここなんでしょ。次にここに来たら告白が行われるんじゃないの。どうかな。おいおい、楽しみになってきたぜ。あれ神社の二人か。こっちが神主で
その遥か関連のイベントの時にもお世話になった神社の神主で、こっちの巫女はね、まあストーリーに影響するキャラでもないから、この実況の中ではほとんど登場してないけど、あの龍が如く5のあかり、遥かの友達のあかりがモデルの巫女さんですね。え？あ、読めたかもしれない。これあのおっさんの手紙だろ。今までやってきたのこっちと思わせて。あかりがあんな手紙書くと思えないもんな、なんとなく。俺の中のあかり像として。ん？あれは神主と巫女じゃないか。何やらただならぬ雰囲気だな。大体このおっさんを好きになるわけねえもん。そういえばいつもここに落ちてる日記の主はこの場所で愛の告白をするんだったな。まさか俺が交換日記をしていた相手、恋に悩んでる女っていうのはだとすると、今からまずい。ひとまず身を隠さなければ。まあ、知り合いだからな、二人とも。さすがに姿を晒すわけにはいかない。だいぶ近づいたけど。そう、これ龍が如く5の明かり。まあ覚えてる人は覚えてるよね、多分。はい、何でしょう。え、でも呼び出したの？巫女が。頑張れ頑張れ巫女。しかし巫女のやつ神主のことが好きだったのか。神主さん、そろそろ今日の用やっぱりそうじゃねえか。今日の用事の内容を教えていただいてもいいですか？はい、今日はですね、あなたにお話ししたいことがありまして。あのピンクの手帳、こいつの私物か。話したいこと？ええ。ん？何か様子がおかしいな。私、あなたが好きです。だいぶキモいな。まあまあ気持ち悪いな。お、長瀬タクシーの和田さんはこんなに気持ち悪くねえよ。あなたが好きです。大好きなんです。私と結婚して毎日私の味噌汁を作ってください。まあこの神主、はるかのことを気にかけてくれたりとかして基本的にはいい人なんだけどね。でもなんか動画にしてない他のイベントでもちょいちょいキモい一面見せてくるときあんだよな。なんか、え声を出すな。確か俺は日記の主に素直に告白しろと助言したんだったな。日記の内容で女だと勘違いしていたが、まさか神主が日記の主だったのか。まあなんかそういうのあると思ったわ。神主さんの気持ち伝わりました。ありがとうございます。嬉しいです。本当ですか？でも無理です。ええじゃねえよ。神主さんは優しくて人の面倒をよく見てちょっと抜けてるけど頼りがいのある人です。仕事の先輩として私、神主さんのこと尊敬してます。だから神主さんのことを異性としては見れないんです。そんなこれからも今の関係のまま私と仲良くしてくれませんか？もちろんですよ。当たり前じゃないですか。うん、これからもよろしくね。ふふ、よかった。やっぱり神主さん優しいです。あ、私これからお祓いの手伝いがあるので先に神社に帰ってますね。まあなんか穏便に終わった感じだけど大丈夫？このおっさん気持ち悪いとか思ってない？今の関係のままか。まあ人の恋愛を笑ってはいけないのだけどね。うん、年の差があろうと。はあ、交換日記の人の言う通りに。それ知り合いなんだよ。交換日記の人の言う通りに告白したのにな。神主。斎藤さんか。いやー、偶然だね、こんなところで。偶然だな。飲みにでも行かないか。え、いきなりどうしたの？いいから。まあいいじゃないか。俺のおごりだ。飲もう、好きなだけ飲め。よくは分からないけど、ちょうど私も飲みたい気分だったんだよ。じゃあ行こうか。なんか神主が。いや、怖いおっさんのなんかイメージのまま終わんのもちょっと嫌なんだけど。やめてくれよ。終わった。
あ、まあでも知ってる人が関わるサブストーリーでよかったね。いや、この銀龍道場の近くの洛内の神社にさ、あの神主がいるんだけど、そこにこの巫女さんもいるんだよね。ああ、龍が如く5の明かり懐かしいね。ただちょっと残酷なことにね、なんかこの人龍馬のこと好きそうなんだよね。絆のイベントちょうどこれ最後ぐらいなんじゃなかったかな。あ、さ、斉藤さん、えへへ、よ、元気してたか。は、はい、あの、もしお時間あれば少しお話ししませんか。おい、神主の目の前でやめてやれよ、そういうの。ああ、いいぞ、やった、好きだもの完全に。まあそりゃこっちの方が好きになるわな。あ、楽しく談笑してる。ふ、楽しかった、すいません、お時間取っちゃって。いや、こっちもいい気分転換になった、ありがとうな。いえ、へへへ。じゃあ斉藤さん、また。あ、まだちょっとあるな、絆、これで最後じゃないのか。かわいそうな神主。さ、斉藤さん、えへへ。まあ神主は話しかけても、あ、そうだね、あとはもう得で物交換するぐらいしかできることないよな。え、ちょっとこの巫女さんのやつ最後までやってみようかな、絆のイベント。さ、近づいただけでなんか始まった。マップ切り替えてから来たけど、いや、斉藤さん相変わらずいかついね。はるかちゃんとはその後どうだい。はるかちゃんとの関係気にしてくるんだよな。ああ、まあ仲良くやってる。そうかいそうかい、いやはや二人とも年頃だからね、何かあるかもしれんとか思ってしまってに、バリキモだなこいつ。こういうとこあんだよな、なんか。何を言ってるんだ。ああ、こっちの話、こっちの話。和田さんをこんなキモいやつに、キモいおっさんにしないでくれよ。ふへへ、ふへへじゃねえよ。変なやつだな。お、どうした。よし。あ、斉藤さん、ちょっといいですか。ん、なんだ。ここではちょっと。ん、何、お前がいるからだよ。何、私に関係ある。神主さんは関係ないです。斉藤さんだけお願いします。ああ、わかった。なんだ、どうしたんだ、改まって。急にこんなこと聞くのもどうかと思うんですが、斉藤さんが同居されてるっていう、はるかさんって人と斉藤さんは、ああ、なるほど、それ気になるか。はるかさんって人と斉藤さんはどういう関係なんですか。まあ、そりゃそうだよな、どういう関係、神主があんなこと言うしな。そうです、斉藤さんははるかさんのことをどう思ってるんですか。どうって、そうだな、はるかははるかだよってことなんだけど、食べちゃいたいと思ってて誤解招くな。愛しく思ってるも誤解招くな。いや、まあまあ一番誤解なく話が進むのはこれだよね、間違いなく家族だと思ってる。でもちょっと誤解招きたくなっちゃうな。俺は遥のことを食べちゃいたいと思ってるけど、それがどうかしたか。俺は遥を食べてしまいたいと思ってる。ちょっとなんか言い方ニュアンス違うんだよ。選択肢の時と。え、食べちゃいたいですか。ああ、はるかは大切な家族だ。ああ、まあ結局そうなるんだね。食べてしまいたいくらい可愛いと思うのは当たり前だろ。え、家族。ああ、何かおかしいか。もう一人お涼ちゃんっていうのもいるんだけどね。いえいえ、ふふ、そっかそっか。話ってのはそれだけか。え、あ、はい。
ちょっと可愛いな。あ、てか名前ちゃんとあかりなんだな、みこさんは。今日はいろいろとすみませんでした。私変なこと聞いちゃって。いや、構わんさ。これはお詫びと言ってはなんですけど、どうぞ。ん？あ、お、え？あかりのおむすび。え？三島食品のあかりってこと？三島食品ないよな、この時代。あかりのおむすび。まあ、あかりが握ったおむすびね。おむすびをもらった。俺あれ好きなんだよ、あのふりかけ。これは斉藤さんのために作ったんです。料理はあまり得意じゃないんですけど、一生懸命思いを込めて作ったので。そうか、ありがたく頂戴する。えへへ。あ、来たぞ来たぞ。ちょっとあかりちゃん、斉藤さんに何あげたの？ねえねえ。秘密です。ふふ。神主さんには関係ありません。秘密って教えてよ。ねえねえ、何あげたの？だから秘密ですって。かたい、しつけえな、かたい。しつけえな、このおっさん。かたいこと言わないで教えてよ。ねえねえ、あかりちゃん、ねえねえ。うるさい。え、ひぃぃぃ。さ、なんじゃこれ。斉藤さん、大切に食べてくださいね。それと、これからもたまには声かけてもらえたら嬉しいです。ああ、これからもよろしくな。すごい残念なやつになったな。流すタクシーの和田さんと、ダンサーのあかり、両方とも元は龍が如く5のキャラクターですね。ああ、なんかでもこの神主つながりでいいもん見れたな、サブストーリーから。ついでに、じゃあ残り2つサブストーリーがあるので、次回はもうこれ2つとも一気にやっちゃおう。そしたらアモンと戦えるようになるはずなので、まあまたちょっとレベルとかも上げておいたりしようかな。はい、じゃあ今回はこんな感じで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。